洗濯物のシワを減らし早く乾かす3つのコツをお伝えしていきます。まずは1つ目です。シワがつかないように干す。この干し方は皆さん NG です。このように上から下に数回振りさばいて、皆さんシワを伸ばしてから干すようにしてください。このひと手間が乾燥を早めます。2つ目です。早く乾くように干します。このような干し方は NG です。外側に長いもの、内側に短いものを干して、このアーチ干しにするのが OK です。部屋干しする方もいらっしゃると思うんですけれど、部屋干しの場合は扇風機で風を当てると早く乾かすことができます。ぜひ皆さん試してみてください。アイロンいらずのアイテムの乾かし方、カットソーをピンチで挟むと跡がつくので皆さん NG です。肩幅に合わせたハンガーで干すようにしてください。でズボンやスカートは筒状に干すことで早く乾くだけではなく型崩れ防止となります。さあそして靴下やパンツはゴムの部分を挟んで干すと OK です。でブラジャーはアンダーラインを上の方にして干すようにしてください。さあ皆さんこの3つのコツ押さえてぜひ洗濯物の外干しをしていただければと思います。そしてご家族皆さんで洗濯物外干しマスターしてください。